お疲れ様です車のね税金どうで払うか悩みますよねでも払ってる税金に対してバックされるボリュームってのが非常にちっちゃいなんかね車を複数台所有しててそれこそね何十万円も払ってるんでまあ1万円とか2万円のレベルでバックしてほしいですよねなんか結局税金自動車税にもいろんな税金がさらに上乗っかりしてきて何なんだろうと思っちゃいますよ ちなみにね、最近知ったんですけども、固定資産税って、不動産を持ってない人にもかかってるらしいですね。何なんだよって思いますよ。いやー、税金ね。頭が痛いですね。一体どうなってるんでしょうかね。生涯で最も支払いの大きいのは、住宅ローンでもなく、それから食費でもなく、保険料でもなく、税金だっていうね。そんな悲しさですよ。 国民がここまで1億人で、高額納税者ですよ、も当みんなして。生活の大半を税金を支払うことに捧げているのに、国はお金がないお金がないいと言ってますけども、きっちりと調査すると、日本という国はね、あの、1K 円の余剰資金持ってるらしいですね。どうしようもない金持ち国家なんですよ。抜群の世界一です。それほど金を持ってるのに、あの、使い方を間違えてるから、必要なところにお金が行かずに、 財源がないってことになっちゃってるんですよね。まあ政治系チャンネルでこの続きは行きましょうか。じゃあ今日もよろしくお願いします。